皆さん、こんにちは。今さっきね、中学の友達と久しぶりに会って、もう何年ぶりになるかな、もう5年以上ぶりぐらいにキャッチボールをしたマピョンです。中学の頃、俺野球部に入ってたんですけども、そんな俺をね、こう野球部に誘ってくれた人と今日遊びました。はい。で、この髪の色はね、もうなんかオレンジっぽくなったんですけど、とにかくこの髪の色を見ればわかる通り、自分はね、今、こうバイトを辞めて就職をまだしてないという、この15日間。もう最後とは言わないけど、本当にもう貴重、唯一の、なんもない自由な状態です。はい。で、こんなもう残り少ないんで、時間がね、うん、この自由な時間が。だからもう今、片っ端からね、いろんな、あんまし遊んだことない人と LINE めっちゃしまくって、めっちゃ遊んでます。はい。でですね、まあ、キャッチボールをしたわけなんですけども、キャッチボールめっちゃ懐かしくてね、もうボールに入るこのグローブの、ちょっとした手の痛みとかね、もう投げ方とか、すんごい懐かしかった。野球ってね、こう投げるときに調子いいとき、肩ができてるとか、できてないとか言うじゃないですか。俺の場合ね、できてないどころか肩が死んでました。もう前回ね、俺、小学生関連の動画を結構前に出しました。それは何でしょうか？はい、そうです。はい。自分ね、こう、大学の数学の授業を受けてたんですけども、過去ね。そんで、すごい難しくて、やばい、どうしようと思って。じゃあもう数学じゃなくて、もう算数から、まあ、ゼロからもう勉強し直して、モチベを上げていこうってことで、まあ、あるね、ちゃんとした公式の、まあ、教科書販売のところで取り寄せして、まあ、算数の教科書を買いました。小学生のね。これ1年生からもう、足し算から、まあ、勉強し直そうっていうことで、はい、買いました。でですね、もう一冊ね、一応買ったんですよ。どうせだからと思って。で、今回はそれをやろうと思ってます。はい。小学生シリーズですね。それがこちら、ハイドン。新しい国語。小学1年生のジョーですね。一応、ゲもあるみたいです。はい。やっぱ算数よりね、こっちの方がちょっと熱いんですね。で、俺ね、本当にね、今でもね、国語は好きなの。本当に国語の授業だけはすごいなんか、嫌いじゃなくて、その他はすごい嫌いだったんですけども、まあ、とにかく国語とかそういう文章、こう物語とか読むのがすごい好きだったんで、これね、今からちょっと見るのがすごい楽しみ。一応ね、これ名前も書きました。まあ、1ページ目まず開きますよ。はい、オープン。みんなの世界。親、何かな？これだけ。何これ？2ページ目。待って。2ページ目に関しては何も書いてないよ。なって、もうなんか絵本じゃん。3ページ目もイラストだよ。何これ？いる？これ。このページいる？みんな友達、さあ行こう。らしいですね。はい。じゃ行ってらっしゃい。ハキハキ挨拶。おはよう。おはようかな。おはよう。おはよう。で、次のページ。ユミさん。はい。はい、なるほどね。最初のページは、まあ本当に基本的な挨拶から始まってるって感じですね。こうよろしくねのページだと、私は川野由美です。みたいな。よろしくお願いします。的なね。はい。僕の名前は森健太です。って。まあ知らんがなと。鼻からお前興味ねえわって話ですけどね。はい。多分ね、川野由美ちゃんもそう思ってる。12ページから字を書こう。こっから、多分ね、小学生は初めて鉛筆というのを持って、最初にこの教科書を買った小学生は、初めに書く字が、靴。これトリビアですよ。これ違う教科書で学んだ人は分かんないけど、この教科書で初めて、勉強した人は、初めに書く字は、靴。はい。これ、まあ、あれですか、テストに出ますからね。本当にね、小学生って感じ。小学生レベルって感じ。こういうね、作文のページもありますね。はい。こんな感じ。これも川野由美ちゃんだ。結構出てくるの、川野由美ちゃん。私は、裏の畑で、こうするか。裏の畑で、キュウリとナスを取りました。キュウリが大きくてびっくりしました。下ネタか？あ、よかった。これね、本当にね、物語好きなんですよ。物語、全然出てこないから、もしかしてないのと思ってすげえがっかりしたけど、最後のページにね、なんかギリギリあった。うん。私の傘は空の色。アマン・キミコさんが作った、文章ですね。あ、漢字もある。ほら、漢字も、ほら、こういう由来。川の由来はこうなって、こうなって、こういう川ってやつですよ、みたいな。口は、こんな感じですよ。目は、ちょっと、無理じゃね？うん。ちょっと、無茶が過ぎるというか。小学1年生が漢字ってやるんだね。ちょっとびっくりした。3年とかしより4年ぐらいかなと思ったけど。あー、すごい。すごい。ちょっと嬉しいな、これ。あー、なるほどね。国語のノートの作り方とかあってね。こういう、これ買ったんすよ。これ、このためのにね、買ったんすよ、100円ショップで。国語のノートで、ちょっとね、普通のキャンパスノートと違って、
こんな感じなんですね。国語ノートはこうマスなんですよ。この国語ノートの書き方、正しい書き方みたいなやつも一番最後ら辺に載ってて、あとはね、これひらがなの表、あからんまでの、まあ、書き方っていうの、これ、はい、あとはこれもね、漢字ドリルっぽいんだけど、これ新しく習った漢字、この小学1年生のこの上の教科書で出てきた漢字がこれ全部ずらってあります。はい、最後のページがこういうね、まあからんの、まあちょっと分かりやすい図みたいな、まあトイレに飾っとくのもいいんじゃないでしょうかって感じですね。ということで、ですね、すごく大雑把だったんですけども、とりあえずちょっと国語の教科書ね、今までちょっとあの動画にしてなかったんで、ちょっと見たいなと思ったんで、とりあえずちょっと動画にしました。こんな感じになってますよと、小学生1年生の頃、みんな懐かしいですかっていう話でした。はい。これね、まあ、この教科書2つぐらいね、まあ、物語あったんで、自分もこう YouTube でこの物語を文字じゃなく、実際に体とかね、実際に、まあ、ドラマっぽく、ね、できたらちょっとやってみたいなと思ってみます。はい、まあ1年生の新しい国語上をまあ軽く説明しましたって感じです。はい、まあちょっと商品紹介みたいな感じですけど、まあちょっとざっくりと紹介しましたって話です。はい、それでは今回は以上じゃあ